こんにちは、ちか先生です。今日の間違い探しは、雨が降るにかかわらずイベントは行われます。この意味は、雨が降っても降らなくてもイベントは行われます。はい、ここですね。雨が降るにかかわらずじゃありません。これは降る、降らない、辞書形と内形、これ一緒に使ってください。雨が降る降らないにかかわらずイベントは行われます。これで OK。 これだと 50% だからダメです。これもう一つ、降るかどうかにかかわらず、これでも OK です。例えば、雨が降る降らないにかかわらずイベントは行われます。じゃあ、そうですね、料理をする時もしない時も冷蔵庫は必要です。これは、はい、料理をこれね、するしないにかかわらず、にかかわらず冷蔵庫は必要です。はい、料理をするしないにかかわらず、するかどうかにかかわらず、これでも OK。 はい、今日のポイントは、にかかわらずの前はディクショナリーフォーム、ないフォーム、一緒にか、ディクショナリーフォームかどうかにかかわらず。はい、 OK ですか。じゃあもう一回、雨が降る降らないにかかわらずイベントは行われます。雨が降るかどうかにかかわらずイベントは行われます。料理をするしないにかかわらず冷蔵庫は必要です。料理をするかどうかにかかわらず冷蔵庫は必要です。はい、 OK ですか。それでは今日もありがとうございました。またねー。